様で,です。なみさん、凡事徹底という言葉はね。これまで多くの人を人生を変えてきたまあ、偉大なるね。言葉のエッセンスだと思います。凡事徹底まあ、誰もができることを誰もがしないレベルまでやっていくってことですよね。あの、私ね、この言葉を聞いた時にあ特別なことをしなくてもいいんだという風に思った。安心感と同じことをずっと続けるだけで。 人と差をつけることができるんだなと思いました。まあ、例えばね、今となってはもう振り返るだけですけども、今まで私は10年間ね、こうやってライブ放送を続けてきて、数万個に及ぶ動画を更新してきたわけなんですよ。でも、YouTuber になるぞって言ってね、YouTube を始めた人で、1万個の動画を更新した人ってあまりいないと思うんですよね。だから、1万個の動画をアップロードして見える世界っていうのが、多分ね、 やった人にしか分からない。やった人だから語れるってものが割とあると思うんですよ。えー、例えばね、売り上げに関して言うと、YouTube の動画を1万個アップロードすると、大体売り上げが1億円になるんですよね。<laughs> そうなると割り算して、1個の動画が単価1万円ぐらいになるんですよ。ただし、100個とか200個の動画を更新したぐらいでは、売り上げっていうのにはなかなか結びつかないんですよね。だから、まあシンプルに0円なんですよ。うん。でも、 二次関数って考え方があってインターネットの世界では特にそうなんですけども蓄積ってものがあるんですよねだから蓄積量が少ないと横1000なんですけども蓄積量が1万個を超えたあたりからブレイクするんじゃないかなと思いますまあ実際はもうちょっとね先に5000とか6000のあたりから反応が取り始めてコメントがつき始めて視聴者さんとの交流が始まってそこから実際に自分が 値段をつけて売ってみた商品が売れ始めるっていうのが大体動画更新、まあ、数千個っていうところから始まるんじゃないかなと思いますえそして1万個に行く時には今までの動画の蓄積がものすごく売り上げを押し上げてくれる信頼関係を押し上げてくれるってものだと思うんですよ、まあ、例えばね私の動画をたまたま見た人がこの人他にどんな動画作ってるのかなっていうふうに見た時に、まあ、たくさん動画があるんでその瞬間10個か20個連続で見るってことが結構起きるんですよね まあ、つまり私の動画にたまたま出会った人っていうのはその出会ったたまたま出会った動画1個だけを見るんじゃなくって他の過去の動画も掘り起こしてみるってことができるんですよただし動画がまだ少ないうちね数百個しかない間っていうのは自分に視聴者さんのお心にね突き刺さる動画のタイトルやサムネイルが見つからない場合があるんですよそうなるとせっかく過去動画を探してくれたのに、えー、探しただけで終わってね、まあ、他の動画は大したことないやって感じで去っていくってことが起きるんですよ たくさんの動画があれば、たまたま気になった動画の関連動画っていうのがね、その人に届く可能性が非常に高いんで、これが凡事徹底による、まあ、力なのかなと思います。従って、まあ、ここね、数年間で私の動画に出会った方って、似たような過去の動画を見る機会っていうのがすごく増えたんじゃないかなと思います。まあ、それでいろいろと見ていくと、毎日動画も更新されていると。チャンネル登録したら、 とにかく更新通知がバンバン届いて、しかもこれを10年もやってるのかと思ったら、ちょっと他の何年かで辞めてしまう YouTuber さんとはね、一線を画することができて目立っていくっていう、まあ、そんな形なのかなと思います。もちろんね、ただやるだけでもダメなんですけども、うん、やっていくうちに上手になっていくことは上手になっていくと思うんですよね。まあ、凡事徹底の素晴らしい力として、 あの例えばね、腕立て伏せに例えてみるといいと思いますけども、腕立て伏せを1回やったからといって、筋力がつくかっていうと、まあつかないと思うんですよ。でも、1回しかできない腕立て伏せじゃなくて、それを100回、200回、300回と繰り返していくと、だんだん筋肉がついていきますよね。見た目も変わってきます。そして、やったという自信も自分自身についてくるんですよね。まあ、それが凡時鉄の力なのかなと思うんですよ。うん、で、今回ね、凡時鉄の言葉に続く言葉としてね、 そうですね。あの、向き不向きって言葉をちょっと投げかけていこうかなと思います。あの、向き不向きっていうのを理由に人は辞めたりすることが多いと思うんですよ。自分には向いてないとかってね。えでも、私がね、様々なことをトライしてきて、そして多くの方を見て思うのは、向き不向きっていうのは確かにあるけれども、結果にはあんまり関係ないよってことなんですよね。だから、向いてないことでも得意になったりするんですよ。うん。だから、向き不向きっていうのは、自分のモチベーションがね、 最初かかからあるるどうかってことに関わるんですよねでもやる気がないことでも向いてないことでも結果が出ることって結構あるんですよ。うん、それほどまでに熱を入れてないんだけどもいつの間にか自分のね手に職になっちゃったみたいなことがあると思うんですよね。まあですんでね向き不向きを論じる前にあの、まあ、自分がね向き不向きを論じるほどに、まあ、やり続けてるのかなってことを考えてみると最初のね 本当に薄皮一枚で向き不向きってのを決めてそこで足を止めてると思うんですよ。えー、もっとね、えー、第一歩を記したなら二歩三歩と進むことによって実際は向いていないんだけどもだけども自分に結果が出せるってものが結構見つかるんですよね。だから向いてるもので得意になるのが一番なんですよ。でもそんなに都合のいい話ってあんまりなくって向いてないけども結果が出るっていうものがあると思うんですよ。多分それが一番大きいと思います。ですので自分の思い込みを捨て去ってですね 実際に流れに身を任せてみるってことなのかなと思いますまあ,あのもう一回まとめますけども向き不向きはあるけれども結果にはあんまり関係ないよってことです私は結構この言葉にね励まされて、えー、動機づけされたんですけどもねいかがお感じでしょうかそれでは、えー、次回もよろしくお願いします